これでパパさんと3人でお洋服が揃いましたね。え、オレオなんやて？おーちゃん、赤似合うかな？みなさんこんにちは、チョコマロです。おーちゃんだじょ？オニヤマと申します。チョコマロさん、今回はどちらに来られてるんですか？今回は大阪府泉佐野市にあるドッグデプトさんに行くで。じょー、今回の目的はパパと僕とオレオ3人がお洋服をペアルックで揃えようと思う。それいいですね。僕とパパだけ揃えたんで、あとはオレオのお洋服を揃えたらコンプリートやで。おーちゃんもお揃いの服買うじょー。ドッグデプトさんに到着したで。それでお店に入っていくで。マロさん、オレオさん、よろしくお願いします。先ほどから気になってたんですが、その麦わら帽子かわいいですね。おおきに、僕もこれ気に入ってんねん。オレオのお洋服あったで。やったじょ。オレオさん、よかったですね。これでパパさんと3人でお洋服が揃いましたね。せっかくやし、店員さんにお願いして写真撮ってもらおうか。店員さん、お仕事中すいませんが、写真撮ってくれはりません？でも何枚かパシャパシャ撮らせてもらいますね。パパさん、嬉しそうですね。そんな嬉しいもんかな。お揃いのお洋服を着て一緒にお散歩するのも幸せなことだと思いますよ。パパの自己満足やな。そんなこと言っていいですか？パパさん、今機嫌がいいんで、チョコマラさんにとって今チャンスですよ。そうか、なんかお願いしたら買うてもらえるかもしれんしな。バッチリです。いけてますか？よかったです。その写真がこちらです。写真や、おおきに。じゃーん。オレオなんやて？兄ちゃんにはっきり言うてみ。なんだじょ？なんやて？お洋服もう一着欲しいって？じょ？パパは優しいから買うてくれると思うけど、兄ちゃんは許さへんで。ママ買ってくれんの？あれ、パパさん、ママさんに払わせる気ですよ。おい、金額見てビビってんじゃねえぞ。お前それでも男か。悪いオレオさんが出ましたね。買うか買わへんかわからんけど、ちょっと着させてもらおうか。よかったら着てみてください。これ一着なんぼすんの？約5000円です。5000円？えらい奮発して。買うように仕向けたんはチョコマロさんでしょ？そうやったっけ？もうチョコマロさんのおやつも当分買えませんからね。なんやて？そんなことしたら動物愛護団体が怒ってきよるで。こんな贅沢して何を言ってるんですか。逆に褒められますよ。次はオレオさんです。おーちゃん、赤似合うかな？オレオさんは可愛いから何を着ても似合いますよ。ありがとう。では写真撮りましょう。ついでにおやつも買おうか。やっぱりおやつ買うんですね。どんなおやつ買うん？ちょっと見せて。豆腐どうや？は？なんやて？肉じゃないけど。僕に豆腐で我慢せえと。アホなこと言ってたらあかんで。とりあえず肉やねん。肉、肉、とりあえず肉、とりあえず肉な。そう、それでええねん。たらすいません。さあ、オレオさんのお洋服も買えたんで帰りましょう。来てよかったな。このドッグデプトさん、日本全国にあるよ。おーちゃん、おすすめ。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録よろしくやで。